23時半だけどスチームセール見るやつに変える？ああそうしましょうか。うん、スチームセール見る？スチームセールをね、あのロアル建設で前あのなんだっけテラリアを、継続してやっていたんですけれども、まあ、それが終わって今単発でゲームを毎週何にするかみたいな感じで決めてる状況なんですよね。それをまあ今回の実はオータムセール、スチームオータムセールを待ってて、さあ何するかっていう状況です。何のゲームをやりましょうって、うん、まあコアキーパーでいいんじゃないかなって僕は思ってたりもするけど。コアキーパー、コアキーパー、今スチームの画面にみんな変えたの？まだ変えてない。まだ変えてない。今変えようとしているとこ。待って、ザトラも変える。チームチーム、ようこそ。俺が2000円チャージしてんのがバレちゃう。バレちゃう。普通にそれぐらいチャージして買うということは。でかいのさん、コアキーパーはいいですね。コアキーパーやったの？あれだってさ、まだ早期アクセスしょや。そうなんですよね。そうでもね、あの発売されてすぐ結構売れたやつなんだけど、まあ、テラリアが横からだとすると、クワキーパーは見下ろし型のサンドボックスゲーム、まあマイクラとかテラリアとかそういうのに近いゲームかなっていうやつなんだけど、まあ、他に、多分みんなに考えてきてね、今日みんなで会議するからって言ったから、他にも考えてきてくれてると思うんだ。さあみんな提出してくれ。みんなで考えよう。これスチームの考えられる精神状態じゃなかったです。ストアの画面出ないんだこれ。あー、もうさっきのブラウザで見ちゃえばいいんじゃないんです。うん、トラブラウザで開いた。ブラウザ、うん、ブラウザでログインとかも完全にせずに、買うときはもう僕は別の方で、あのアプリの方で買うから、うんうん、同じ作成にした、うん、さっき の, あのボードゲームアリーナの画面そのままで Steam、 そうそう、ゲストで入ってるから、そうそう、変な情報が出ないよ、うん、なるほどね。俺はじゃあただ2000円チャージしたのを見せた見せただけ。かわいそうすぎない？基本的には協力ゲー。そうだね、僕もあの長期でやっていくのであれば協力ゲーじゃないと僕の精神があの週ごとにすり減って、うん、どこかですり切れる可能性があるので。でもさ、ヒューマンホールフラットみたいに単発でいけそうなのでもいいっていうことだよね、うん、長期も、まあ、それはそれで、うん、そうそう、ベッドで買って、まあ次いつだったかな、ファクトリオはセールになってなかったですね。そう、4000円になったにもかかわらずセールになってなかったんだよね。あれマジで値上げしただけ。ただ4000円になっただけだった。あれはふざけてますね。めっちゃ笑った。ひどいよな、足元見られてるぜ。うん、なので、略してこんなかな。ワーキーパーで、うん、ダンジョン系だっけ。これでいいか。うん、うん、そう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 。だから農業もでき、敵も倒すことができみたいな、錬金みたいなのできみたいな、うん、で職業とかがあるから、まあ戦士とか工夫だとか、まあ料理人だとか、まあそういうのでステータスがちょっと変わりみたいな、うん、8プレイヤーまで可能。あともう一つスタデューバレーもあると思うんだけど、あれもともとは4人ゲームだけど、一応モッドを入れれば、人数マックス値、そうそう、増やすことができるから、うん、まあ、あれも一つの案かなと思ってるね、うん、チームサマーとウィンターが強い。そう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 、でも絶対ファクトリオ引かれないよ。絶対あれ安くなんないよ、もうただの値上げあれは。うん、であのタイミングで値上げしたかと。円が弱いからだよ。伝われもいいですね。ね。ファーミングシミュレーター22は安くなってなかったし、何よりジンノさんが週末からね、あれ19だっけ？よく見てますね、はい、うん。勝手に始めるみたいなんで。勝手にって何？勝手に始めるみたいなんで。まあファーミングシミュレーターは一旦置いとこうってやつで。
あと前言ったなんだっけ、バルヘイムと、バルヘイムね、とフォレスト。フォレストでもグローがちょっと強いんだよね。あの人肉食うからね。そうです、ね、そうそうそう、ホラーですか。ホラーではないけれども、ホラーテイストって考えたらいいけど、でも逆に普通のホラーよりはトラはいけるんじゃないかな。グロスプラットは僕よりもトラの方がいけるから。そうだね、うん、音量とかやだね。いや、お前がな。音量、うん。でまたそうだね、別途で、あのジノさんがやりたいって言ってたチケットトゥーライド、これに関しては、プレイトゥギャザーのやつなので、1人買ったら全員出てきますと。うん、うん、490円。クラフトピアもあるけど、まあピアも今の状況やったらまだ僕はコアキーパーの方が興味あるかなっていう状況かな。え、そうなんですか。ピアってなんかすごい中途半端なゲームだって聞いてるんだよね。トラは割と好きだよ、クラフトピア。スタバレは600時間やってんの。あれってさ、だって基本的にはストーリーものっていうか、まあ、別にそこで終わる必要はないけれども、2年間でどうにかするみたいな感じのね。セブンデイズトゥーダイって4人までかな、5人でできる。いや、あれはね、あのサーバー立てた方がいいゲームかな。あれもね、ゾンビの襲撃ゲーだよね、うんうんうん、そうそう。だからサーバー立てるとしたらまた全員で集金してってなるから、まあちょっとまあそれもあってだとすると、集金どうするかなみたいな感じとかもあって。あ、チケットなんとか490円なの。うん、そうなの。たらクラフトピアは中途半端だからもう少し先がいきますな。え、あれ中途半端なんですか。100円ずつをジンノさんに払ってジンノさんに買ってもらえます。え、いや、チケットライド私も持ってるから別に。あっとんかい、ええ、あ、じゃあできるじゃん。じゃあやろう。うん、全然できる。やった。そう、スタバレは結構モッドが充実してるらしい。ってのが僕が調べて。前やったやつだよね、チラッと。そう、僕とトラが、スイッチの ね、無料トライアルで一時期ちょっとだけね、うん、数時間だけやったやつですね。うん、似たようなの出てた。まあ、ピアはピアで早期アクセスだから、それはね、不完全でしょうがないんだけど。え、私当然ですよねみたいな。ピラッとやりましたけど、結構だったと思いましたけどね。あれ、やれることめっちゃ多いですよね。ええー、全然中途半端どころか、うん、もうどこまでやっても足りないみたいな感じに思いましたが。トラは料理するのがあれも楽しかったな。あ、そうだ。あとね、あとひよこフェニックスに殺された。そう、まあ、その時はさ、トラはパソコン、すごい古いパソコンで、もう全然動かないパソコンだったから、カクカク歩いて走って、フェニックス、ヤコフェニックスにつつかれて殺されるみたいな、状況だったんですけど。そんな状況でやりましたね。うん、泣きそうだった。L4D2 が120円になったんだけど。そう、そうなんだよ。だからね、モズだからこの間買ったの、ね、みたいな。まあ、この間さ、ね、来週やるみたいな時に、そうそう。うんうん、でね、ちょっとジーノさんにこれ、あの、今、業務連絡に貼ったこれ。うん。これ知ってる？持ってますよ。あ、持ってる君。持ってますよ。ジーノさん、はい、さりげなく持ってるよね。ジーノさん、めちゃめちゃ積んでるよね。テーブルトップシミュレーターってさ、うん、だから君がやりたいボードゲーム系が結局 Steam でできるやつしようや。ほんとこれシミュレーターなんでゲームじゃないんですよね。だからなんかモッドっていうかさ、他の有志の人が作ったっていうか、まあ、ダウンロードしたっていうか、そうそうそう、やつ、いろんなゲームをできるってやつだから。ええー。だから本当にその素人が作ったものだから、親切丁寧にルールを教えてくれるわけじゃないんで、知ってる人間が
集まってできるっていう感じ、ね、間違っててもそのまま進んでいくから、そうそうそうルール無視もできますし、うん、なんならあのちゃぶ台返してもこのゲームやめみたいなことすらできるみたいですね、うん、そうそう、スターバレは3年か3年で実績をクリアしていって評価してもらうって感じのゲーム、うん、だから僕はラリューバレーはちょっとやりたかったな、そう調べた感じでは、そうヨネシがね、まあスタバレだったら釣りしたいなみたいな話もしてたし、うん、だスタバレでもいいかなと僕は思ってる、いいと思う、村人もね、あとはそう、ね、虎がね村人と最初知らない村人に話しかけられるとかちょっとみたいな最初から隣人に知らない人が近くに住んでるなんてちょっとみたいなこと言ってた村人と交流を深めるのがちょっと怖いってなってて、そう、それで無料トライアルやったっていうのもあってさ全然意味がわからない、わからないんですか、人見知りだからちょっと CPU と話せるかどうかわかんないし無料トライアルやろうっていう、 CPU の人じゃねえんだよなんかガガちゃんについてきてもらうCPU は人じゃねえんだってコアキーパーか、うん、スタバレかぐらいかなって僕思って、まあ一応どっちも長そうだね、いろいろ見た結果、まあね、だからあの次1月だっけセールと、うん、また3月ぐらいにもおそらくセールがあるんじゃないかな、毎年それぐらいだったと思うんだけど、うん、うん、だからまあどっちか1個買ってでもいいと思うけど、スタバレでマルチやるならモッドで、農場を広げてやった方がいいかもですね、デフォルトで用意されてるやつだと結構狭いので、そうだね、5人の人数だとちょっと確かにあの農場だと狭いからちょっと広げるモッドとか入れてみたいな感じになるかもしれないけど、ダリューバレーもご飯いろいろ料理できたっけ、ああなんかありましたね、できたと思う、あれはなんか売るんじゃなかったっけ、お金稼ぐんじゃないっけ、売るのもあるけれども料理もできたんじゃなかったっけ、スタミナ回復に使ったような記憶がある、うん、あ、そうか、君ね一度ね効率表みたいなのをあの一応そうです、ね、作ってまで やってたことがあるね、私がっつりやってたんですけど、もう何年も前で忘れました ね、コアキーパーがアーリーアクセスってことを考えればスターデューバレの方がいろいろ安心できるかなっていう気はしますね、うん、落ち着いてはいるかもしれないね、コアキーパーか、コアキーパーの方が個人的には的には強いね、うん、面白そうかなっていう気はしてはいる、今のところが、どっちも楽しそうだ、フーディーマイクラみたいな感じなんでしたっけ、うん、そうだね、結構そんな感じだと思う、基本はお金稼ぎするけど料理を全種類作るとか作物を全種納品するとかのやり込みもあると、ラフトで料理に目覚めて、料理ラフトで料理に目覚めて動けること、料理が浅すぎるんだよあれで料理に目覚める、しかもさ、くっそまずそうなさフグの頭がドーンって皿に乗ったさ、くっそまずそうな料理作るんだよ、よまずの可食部を削いだ極限まで食べられる部分を削いだ、ナマズの料理とか一番食べない頭をさ、ね、メインにしちゃってるメインに、ね、あのコアキーパーって別に 20% オフだからそんなにもともと高くないんだね、うん、まあ高くないし安くなってるかっていうと実は安くなってないから、うん、あのスタデューバレーもそうなんだけど両方とも確か 20% オフだったんだよね、うん、だね、うん、トラートさ、あのさ、前やったさ、爆弾処理のやつやりたい、みんなで。ああ、あれはまあ、僕が一応一旦持ってるから、はいはい、うんうん、あ、うん、いつでもできるはできる。今回、それこそ今日、今ね、出た。コアキーパーはマイクラよりテラリアの方が近い。ノバディエクスプローです。なんだっけ、なんで、なにボソボソ言うのやめて。エンド、ノバディエクスプローです。これも一人が持ってればいいやつだっけ、そう、ただしそうするとそれを操作できるのはその人だけ、うん、ないしは、ね、例えば画面共有で、うん、あのこの間の、ウミガメみたいな感じで僕が画面共有の URL を渡すから、うん、その人、その例えば2人、僕ともう1人助手だけ見て、うん、後の人は見ないでねみたいな感じで画面表示するしないで、あの、うん、助手を交代交代にして
あとは会場マニュアルを見る人を交代交代にしてみたいな。だから僕は固定になっちゃうから、うん、まあ、別に僕はあの爆破されて死ぬ側で全然構わないけど、いやみんな死ぬんだよあれ結局みんな死ぬんだよ、うん、そうそうだけど、まあ、あのもしその爆弾を解く側を実際に操作したいっていう方がいたら、うん、まあ、それはそれであのその方が買ってもらう必要があるから、まあ、買ったらいいんじゃない。なるほどね、まあ、592円です。うん、基本的には、まあ、まあ一旦僕があのその爆弾解除操作する役でやってみて、うん、面白かったら買うとかのでも、うん、まあそんな急がないんだったらね、今回のセールに、うん、あのじゃなくても次のセール待ってもいいわけだし、まあ、どっちかっていうと単発系だもんね、うんうん、あそうそう単発系、そんなね毎週毎週そんなにないもんじゃないね、あのではないあれはそんなに内容濃くないからね、うん、そんなね成長、いや確かに成長するよ、あこれは見たことある、これは多分こうこうこうでこうだからみたいな、そうそうシャッシャッシャッシャってなるけどでも多分ねあの視聴者が飽きるしかな。ちょっとトイレ行ってきます。いいよ、ね、セブンデイズトゥーダイもね、うん、こういうのもさあのゲーム側でサーバーがきっちりしっかりしてくれてたら遊びやすいんだけど、だいたいこういうのはどちらかっていうと、うん、自分でサーバー借りてくる形になるからな。できなくもないかもしれないけど、あの僕らの場合5人だからさ、2、3人くらいだったらゲーム内サーバーが準備されてるところはそれでもいいんだけど、うん、あとあれだよね、あのジノさんもやりたいって言ってた GTA5、 あはいはいはい、うん、あれはあれで単発でやってもある意味いいけどね、うん、どういうゲームね、ペイデイみたいなこともできるしみたいな、ね、ギャングになって街で暴れ回るゲームです。コアキーパーもスタバレももともと安いからセールでもそこまで、ね、これなんだっけ、何なんていう 略してないやつが分からん、 G？ああグランセフトG から始まって、あそうそうグランセフトオートグランセフトオート5、ね、相当古いゲームなんだけど、でもすげえ人気があって、ただパソコンバージョンだとモッドとかが入る関係ですげえバグっていうかやばいことされたりすることもある。カタカナで出てくるグランドって英語で打てる？打てると思うか？グランド、そのGRAND グランド、うん、その次 T って言ったらもう出てこんかな、あーこれか THEFTO と V って書いてある。略語でも出てる。プレミアムエディションが出た、うん、そうそう、これはね、このおしゃれなバナー見たことあるな、ドーベルマンが吠えてるやつ。そう、車とかもかっこいい車変えたりだとか、うん、まあ、強盗したりだとか、役を運ぶ仕事だとか、襲撃をしたりだとか、うん、まあ、あとは、あの、道行く車の、ね、あの、乗ってる人を引きずり下ろして乗ったりだとか、ただね、これ、あの基本的に PVP もあって、まあ、仲間もそうなんだけれども、うん、そのワールドに他のプレイヤーもいるんだよね。そう、結構嵐も多い印象 GTA5、 そうなん、うん、からそう、おかえり、おかえり、自分らがストーリー進めるために集まって説明とかしてる段階で他の人からいきなりランチャーを打ち込まれるだとか、うん、いきなり撃って死ぬだとか、うん、全く関係ない人たちが嵐にする来ることもある。そういう意味では配信向きかっていうとちょっと難しいところもあるゲーム、うん、このなんでしょう、ランダム要素もまた配信向きと言えなくもないですけど、うん、まあ、ある意味ハプニングが面白いゲームでもあるし、いろんなことができるから、うん、そランチャー打ち込んできた人たちの名前とか出ちゃう？出ちゃうんじゃない、うん、出てるんじゃないかな、 ID とかは出るんじゃない、うん、出てると思うけど、で、まあさすがにそれでも好き用にできるんじゃなくって、うん、そうや、例えば他の人をプレイヤーキルした場合にはその人に賞金がかけられたりとか、
あと警察ね、NPC の警察が追っかけてきたりとかして報復にも出るから、ちょっと強盗とかペナルティはあるわけね。車奪ったりとか交通事故を起こしたりするとすぐ警察がうーんとか出るからある程度の秩序はありますけど、まあ、抜け道もある、うん、そうそうあるから、まあ、楽しんできてのも難しいかな、うん、そこまでそれをちゃんといなせるかっていうのもあるかな、うん、これをやるとしたら我らは同じマフィア、そうでしょうね、マフィアっていうか、まあ、グループのマフィア、うんうん、そう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 、別一緒一緒、さすがに別になる、なんかマフィア同士の交渉するのおお一緒か、うん、一応ストーリーがある、これまあストーリーモードはあるんですけど、ね、うん、終わりみたいなのがあるのかな、ストーリーモードとは別にこういうサンドボックスみたいな感じでこの、うん、何場面が舞台が用意されてて、その中で君たちじゃ好きにやってくださいっていう感じですね、うん、そう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 、なるほどね。これいつのゲームっけ、何発売が2015年リリース日、でもこれもっと、うん、もっと昔な気がしたけど、うん、水は長いですからね、うん、うん、グランドセフト、いろんなゲームがありすぎてねうん、クラインさんが GTA って言ってるつぶやいてる何かどうしたどうしたトラウマがひどい目にも合うありすぎてさ、どこをどう見ていいかわからないんだけども、コンシューマーだともっと古いかもですね、ね、うん、結構昔からね、ゲームリリースがあってことか、僕ゲーム実況で見たことがあるんだよね、うん、からモズもある、それトラは初めて見た、うん、みんなでじゃあツボジやる、絶対嫌だツボジ、ツボジ、あのクラインさんがずっと前に勧めてくれたあのツボでね、山を、山っていうか障害物をどん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 登っていくんだけれども、ね、あーやっとここまで登ったって思ってちょっと失敗した瞬間最初のスタート地点の付近までドンと落ちるそんな苦行、あれの絶望感は半端ない、しかも、うん、大人数でやるやつなの、基本的には一人で、ね、モッドでなんかできるの、できるみたいなの聞いたことあんなのみんなでやるんですか、あの VTuber になったらまずはツボおじをしようみたいな最初の流れ昔あってね、うん、だからそんな流れあった、待機配信ワクワクほらやんねえって、俺はやんねえぞつまり RTA しねえって、しねえしねえみんなそんな過酷なやつを見たいんか、うん、ね、一応金ツボまではやったよ、ええじゃねえよやんない僕は、えそれだったらまだなんだっけ、もうちょっと厳しい、なんとかガイっていうやつ あったくない、あの死にゲーのやつ、あ無料ゲーのやつ、そう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 、なんだっけかな、スボーチ見るならスタバレかコアキーパーがみたいな、僕もスタバレかコアキーパーがやりたいな、そりゃもう話を聞く限りスボーチっていうのは嫌だかなって思った、そうだ、アイワナビーザガイだ、アイワナビーザガイ、そうそう、アイワナの方がまだ死にゲーやるんだったらマジかな、あっちの方が多分アクション要素しんどいけど、うん、落ちた時の顔がたまんねえぜってクラインさんが言って、もうね、あれほんと虚無だから虚無だからもう一瞬にしてみんな多分スンってなるよ、うん、そうそう、しかもさ解説じゃないけど裏ってずっとナレーション流れるんだよ、腹立つ、あそうなんだっけ、それが案外見たことないわ、うん、ね、それがまたねイラッとさせるからさふざけんなって僕はあんまコントローラーとか投げるタイプじゃないけれども僕でも投げたくなるわあんなんやってた胃に穴が開くわ煽り要素ありやだ、煽り要素ありやだ、煽り要素しかない、しかないよね、ね、うん、ジャンプキングってやつもそんなやつだよね、あそう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 、ね、あの僕それこそ
今日さっきかな、あのジノさんがママラジ出てる回って見てさ、ジャンプキングを返品したっていう話なんですね。ああ、はい、そうそうそう、ジャンプキング、そうそう、返品したの。俺誕生日じゃん。お誕生日なの？誕生日公開してたの？おめでとうございます。ちょっとお前もっと言って早く。ありがとうございます。このタイミングでおめでとうございます。そうだね、12時になったからね。本当だ。あ、おめでとうございます。うん、おめでとう配信じゃないのにおめでとうございます。もっと主張してけ。 VTuber こういう時に何かやるんじゃないんですか？ね、ね、びっくりした。なんでロアル建設出て、最初の自己紹介か何回の時 にあの誕生日公開してたの。そうそう、君のだってさ、あのツイッターのとこには誕生日表示ないなって思ってたんだよね。あ、そうだっけ。適当すぎ。気にしてなかった。君ないんだなと思って。実はあったんだね。うん、おめでとうございます。おまかせるわ。いや、俺もびっくりした。あれ、俺誕生日だっけ、うん、って思って。まさか。大事でしょう、そういうイベントは。調子でけ、おめえ。なるさんが言わなきゃ俺も気づかなかった。みんなお祝いに来てねとかやって配信するんじゃないんですか？ありがとうございます。任せてくれた、ありがとうございます。ありがとうございます。そうだった。じゃあ明日じゃあお酒をちょっと豪華にしよう。うん、そうだね。うん、じゃあ新たな1年の抱負は？なんだろう。マイペースに頑張ります。いつも、それ今もそうだね。いいことだ。いや、うん、いいこと、いいこと。そうだよ、そうだよ。変わらないものっていいものだよ。うん、大事なことだよ。うん、大事大事、うん。大事大事。そのままでいてずっと。うん、まあユネシのユネシらしだすらしさだよね、本当に。あんまり変わらないと思いますね。うん、頑張ってください。マイペース。ハブノーティカってなんだっけ。うん、あ、これは一人用か。なんだこれ、ね、あの虎がやりたいティンバーボーも残念ながら一人用やしなるね。そう、オパサバイバルってのはあるけど、ビーバーになるやつ。うん、コパみんなでやるとなるといろいろ難しいんですけど、ね、4人までだったら結構あるけど、ね、そうそう、5人だからね。うん、あ、前も言いましたけど、日替わり週替わりで私と米倉さんで交代交代で4人プレイをやっていくっていう形でもいいとは思うんですけどね。まあ、それでもいいけれども、うん、とりあえずスタバレもコアキーパーもあの、まあ、2人とも興味があるんだったら、トリマはどっちかを先やって、どっちかを後にやって、でテラリアもやって、まあ、それでも5人用のゲームが尽きてきたら、まあ、交互でいいんじゃないと思うけど。あ、なるさん、先に失礼します。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ユネシの誕生日を教えてくれてありがとうね。ありがとうございます。ありがとうございます。おやすみなさい。で、いいんじゃないかなと思うんだけど。うん、まあ、君が僕らと遊ぶ日を減らしたいんだったらそれでもいいけど。またつっかかってくる。なんでそんなジノさんにだけ。一応ディスコードの方に4人用のゲームが、うん、見繕ってきたものがあって、あ、カエデさん、ヨネシさん誕生日おめでとうございますって、こっちの方で、あ、ありがとうございます。カエデさん、こんばんは。こんばんはです。カエデさん、ほんま ね、4人用のゲームはまあいっぱいあって、でね、ラフトもね、もうそろ終わるから、まあ明日ラフトやるでいいかな、うん、トラモズ多分大丈夫だったと思う。じゃあその後に、そのまあラフトの、うん、やつとかも話そうかなと思うから、ヨネシとはその後のゲーム、4人用のゲームをまた決めることができるんだよね。だからジンノさんを含めたゲームをどうするかっていう話でも今日はなあったりするからさ。うん、うん、なんだ。うん、ハーフデッドもこれ4人か、うん、タコパーサバイバル279。そうそう、あの、それはあのやっていいよ。僕はやんないから。僕はやんないからやっていいよ。そうなんだ。うん、僕はやらないから。PVP だし、あれ。え、
PVP なのこれ。 PVP だよ。誰が一番生き残るかってやつだから。あと、あの、残り、あれって、あの、栄養をきっちり取らなきゃいけないんだよね。脂質、タンパク質とかそういうのをきっちり取らなきゃいけなくって。だから、あの、中身が入ってないやつを人の皿にガン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 入れて、その栄養を偏らせたりだとか、うん、逆に相手が欲しいやつを自分がどん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 焼けたやつを取ってたりだとか、そういうことをしながら自分がどんだけ生き残れるかっていう PVP なので、僕はやりません。僕はやりません。たこ焼きでそこまでやるんですか。スクワットでカロリーを消費して、あ、そう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 、スクワットでね。カエデさん、もしかしてツイート見てきてくれたのかな、ありがとうね。ヨネシ今日誕生日らしいっていうツイートしてから来てくれたから、もしかしたらそうかもしれない。タコパゲーム楽しいですよね、見てる分には楽しい。そうなんだ、ちょっとやったよ、見たことないんだよな。あ、本当。これも見たことない、うん。いや、もしかしてやるかもと思って見てないんだよね。いや、あれは別にネタバレとかない、あの、ストーリーとかないから別に見ていいよ。そうなんだ。そうです、たまたまツイッターで見てました。あ、ありがとうね。ありがとうございます。そう、ヨネシさ、あの、言われる、あの、リスナーさんに言われるまで自分が誕生日だって気づいてなかったって、ね、え、さっきね、ってのもね。そうそうそう。誕生日なのって自分で言ってたから。言ってくれてありがとうね。いや、何事もなくすぎるところだ、ね、何事もなく、じゃあお休みっていうところだったもんね。別に明日飲酒配信ラフトでもいいよ。あの、陽気なヨネシが見えるからちょっとだけ。ちょっとだけ。うん、お酒を豪華にしたヨネシ。誕生日仕様で。そうだね、そうそうそう、乾杯の挨拶するしかない。うん、ね、まあ、それとは別に来月も忘年会もあるからね。また酒飲みのヨネシと。まあ、事前演習ということで。こんな感じ。うん、これ何ってどれ？何人っていうのはさ、書いてないから嫌なんだよね。あ、結構ね、マルチプレイとしか書いてない。そう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 。ボドゲアリーナみたいに分かりやすく書いといた。そう、書いてほしい、ね、うん。何人で遊べるかで検索できるようにしてほしいよな。うん、そう、うん。そういう分割画面での PVP、あ、もうダメじゃん。あ、ローカルマッチもありますからね。それは大体2人かな、そうそう。なんか協力プレイって書いてあっても2人のことも全然あるし、そうなんだよね、うん、ちょっとさ、何人って、最大人数何人って入れてほしい、うん、ね、せめて、そう、せめてそこ入れてほしい、そう、ほんと、まあ、ただ元とかで、まあ、確かに変わってくるっちゃ変わってくるんだけどね。ああ、なるほどね、元ありきか、うん、パソコンゲームだからね、そこら辺普通のね、コンシューマーゲームと比べると表示しにくいところはあるよね。なるほど、うん、まあ、もともとの製品版は何人っていうのは全然書いてもらったらいいと思うんだけど、うんね、せめてそこら辺ね、うん、じゃないとね、どこ見ていいかもうモズはさっぱりわからん。モズはずっとただ眺めてるだけだよ。ほら、もうだね、ね、だって今有力なのはじゃあスタバレとコアキーパー、うん、セブンデイズ2代はちょっと一旦あの金銭とかサーバー関係まで一旦ちょっと大きい、まあ、あと多分ある程度レフト4デッド2をあのちょこちょこ挟んで重火器の扱いになれないと、うん、まあ最初の7日目は大丈夫だと思うんだけど、セブンデイズ2ダイってどういうゲームかっていうと、7日目にあの 7飛びの日に、タワーディフェンス系のゲームでゾンビが来るように襲撃するようになってんだよね。で最初の7日目は楽なんだけれども、14日目だとか21だとかどんどん増えていくごとに敵が強くなっていきます。だからそれに備えてサバイバルもあるから、自分の拠点とかを強化したりとか武器を強化したりしつつ、まあ、うん、敵にあの罠とか仕掛けてね、あの対処しなきゃいけないわけだけれども、罠だけじゃなくて、サバ立てれば結構な人数でできるんじゃないかな、セブンテイズ2台、うん、基本は2、4人かな。うん。まあ、もう、あの、多分5人でもあれはできるはず。まあ、俺もやったことないから、わかんないけど。うん、で、あの、どちらかっていうと、元気なゾンビだと、あれは、僕は思う。うん、
あのうわーっていうか、結構ピチピチしてるゾンビ系だから、それそういう意味ではトラも全然できると思う、うん、犬とか犬のゾンビとかも出てくるはず、なるほど、カラスとか、うわ最悪だ。そう、ただまあ、 2,3 人とかだったら、もともと多分あるサーバーとかでもなんとかなるかもしれないんだけど、うんうん、4,5 人となるとレンタルサーバーが大体必要かな。ああ、なるほどね、うん、見たことあるような、で PC 版は2から16人までプレイ可能。おー、もし4人以上でプレイする場合では、4GB プランとかのサーバーが必要と。アクティブなゾンビが多いかな。ね、アクティブだよね、結構ね。いや、うん、お前らを殺すぞみたいな感じで。まあ、だって何、いいですね、そう、タワーディフェンスだから。あ、なんか罠とか作ったりとか。そうそう。あの、ゾンビミンチキみたいなやつを作ってね。うん、ゾンビミンチキいいね。いいねじゃないんだけど。うん、ディープロック。グラクティック、ガラクティック、オアキーパーが気になるな、個人的には。だそうで、皆様は今のところ、他でもいいよ、他でも何かみんながこれっていうのになったら、今のところ僕が出したのはコアキーパー、スタバレがいいかな、でヨネシが、うん、まあ、コアキーパー興味あるなという状況。とりあえず木曜日枠だよね、うん、この今。そう、これ木曜日枠。うん、まあ。で、もちろん途中でいいゲーム見つかったりとか、ウミガメは例えば、次の準備してあるから、ウミガメちょっとやりたいなって時には、全然そのシリーズの中で挟んだりだとか。うん。うん。ね、あとは、全員集まらない時に別のやつ挟んだりだとか、全然これからもする予定だから、うん。コアキーパーはテラリアみたいにアイテムが持ち込みができるよ、米倉さんって言ってる。やり込む。これはもうやるしか。魔王がまた。魔王降臨じゃん。でかいのさんさ、マジ把握してるよね、ロアル建設のこと。ありがてえことよ。そうだよ、米氏はそういうやつだよ。仕込めちゃうとそうなっちゃうな。うん、そうなっちゃうね。しばらくして見てみたら、ね、米倉さんが何々の実績を解除しました、何々の実績を解除しました、何々の実績を解除しましたって書いてある。マジウケんなって思う。配信外でやっちゃうんだよ。うん、いや、まあ別にいいよ。ついついね。そうそうそう。あ、ストロニーヤでもいいよ。あれ、これ4人だっけ？あれ4人なのよ。4人だな。うん、そうそう、アストロニャやりたいよね。もう一人ぐらい増やして、アストロニャ、うん、アストロニャってなんだ。宇宙探検系ですね。サティスに似てんのかな。近いと思う僕は。うん、そうか。まあ、でもサティスほど工場工場色が強いわけではないけれども、うんうん、まあ、でも宇宙開拓ゲーム系、あれは。そうだね。だから、まあ、サティスに近いっちゃ近い。けれどもあれは4人だから、そうだね、で、うん、ジノさんは1回ぐらいは参加したいけれども別に1回だけでいいって言ってたから、まあ、うん、そういう意味ではまたね、ヨネシとの方の枠で、うん、いつかかなみたいな、もしないしは、まあ、ロアル3人でかなって思ってる、買ってるのにね、できないか。また終わりがないやつなんだ。ね、ボス、いや、ある程度ね、あれ、ボスがあるってことは、まあ、言うたらさ、テラリアだって、はっきりとしたストーリーがあるわけじゃないけども、今出てる最強のボスっていうのがあるわけじゃんか。だから、それに向けて、まあ、農業したりだとか、鉄を掘ったりだとか、武器を強化して、で、そのボスを倒していくと。で、早期アクセスってことは、これからも、また更新があるってことやから、一旦その、例えば倒せるボスとかある程度倒した建築も終わったってなったら一旦そのゲームを置いておいてまた別のゲームをすることができる。タンブルウィーズドディスティニーなんだっけ、タンブルウィード草、あ、小屋子、ん、
ゴーヤを転がるあの子の宿命これは一体なんだあはい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 原神で見たあのよくセーブのやつで転がってるあの草そうそうそうコアキーパーもともとメインボスが4体サブボスが2体でアップデートで少し増えたかも、うん、まあ今そんな感じだよねじゃあまあコアキーパーはやってみる、うん、なんかトラもずっとこれウィッシュリストに入れてたわうん、ジノさんがねあの前回のセールの時にねモズ入れてたコアキーパーなんかもうって言ってたんだよ、うん、タンプルは地味に言われましたデカイノさんも結構ゲームやってんな大体どのゲームってもなんか自分の自分でやったこれは草を大きくしたら勝ち西部劇で転がる草になって敵を倒すゲームで最大16人最大16人もできるのすごい転がる草になるの、うん、サボテン倒してるなんか昔やったの塊魂とかそういう感じ転がって大きくしてみたい なそういう感じかなわかんないけど、うん、いやでも確かになんか最後ボスがいた気がする草が進化してるなんかねえ草が宇宙に行ってるよなんかそう飛ぶ最終的になんかロケットで飛んで、うん、ロケットで飛んで宇宙に行ってた今た値段以上に面白かったです序盤はクソゲー中盤は両ゲー後半は別ゲーって書いてあるなコロコロ転がって波動砲を打てますどういうことなの強そうなんかさらに最終的になんか飛べたりきした気がする、うん、翼を授けられたのでも何でもないじゃない確かにこれはこれでちょっとウィッシュレスト、ダンブルウィード、ダンブルウィード、ね、これはねあの毎週やるっていうかあの途中であの単発でやる方が良さそうな気分、うん、転がってお金貯めてお金転がってお金貯めていろいろアンロックしてパワーアップしていく、うんうん、どういうことなんだ一体、うん、じゃあウィッシュリストに入れておきますガオガちゃん酔うって書いてあるよ、うん、でかいのさんが酔うのは、そしたらあの僕抜きでやってもらうかもしれない僕は途中でちょっと吐くので離脱しますねって言ってまああとはちょっと動画とか見てどういう感じタコパの作者さんのゲームなんだマジで丸い球体が好きなのそうかもね、いやロストエッグとかあそうだねうんパロケ君がロストエッグやってたなトイレットペーパーはバスケットボールになり なりたいとかちょっとよくわかんないですねいやどういうこともうなるほどデッドバイデライとかホセンプッシャーフレンズとかも似てるけれどもあれもねあれ意外とね一時期流行ったらしいよね僕全然知らなかったけどハロケ君がやっててそうやって言ってたコセンプッシャーはさあのゲーセンにあるコインをさ投入してなんかだんだんにさ、うん、あのコインがめっちゃ乗ってるやつを、はいはいはい、そうそう押し出して自分がシャンシャンシャニンって取れるようにするゲームあるじゃんか、うん、あれをオンラインでしたやつ でしかもねなんか VTuber さんと一時期なんか乗ってたんかなわかんないけどもその後ろのとこにね VTuber さんの広告が出てたりとかしてへえ、うん、でもあれ4人までじゃなかったかなコセンプッシャーは要はメダルゲーそうメダルゲーそうそう、うん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 、まあゲーセン行ったらメダルゲーはするよねだあれはどちらかというと雑談枠に入るかなゲーム自体を、ね、そうそうそうゲームセンターもあんま行かないからなもう行かないようーんそもそもゲームセンターなんてないよかわいそうシベリアどっかのスーパーの2階でしょまああの雪だるまでも作って遊んでね鎌倉でも作って遊んでくれバケツに雪入れて反対にしてケーキだよってなるんでしょ、うん、河原でねあの雪ぞりとかしてそのまま川に落ちたりとかして最近
近ゲームセンターおじいちゃんおばあちゃんめっちゃいるよ。まあいい暇つぶしよな。あ、五千プッシャーはさ、 V ロイドハブで、自分の気に入ったキャラクター応援キャラクターとしてゲームに召喚することができると。応援だからこれで確か多分あのいるんだ後ろに。そういうことね。そうそうそう、うん、なるほどね。江戸時代らしいとかって書いてあるのにその辺どうなんだろう。古戦プッシャーズの千野くん生きてる？千野くん、千野くんもっと主張していいよ。うどうしてる？寝てるの？だいぶ眠くなってきたよ。コアキッパーにする？首が止まらなくなって、うん、みんな健康的やな。そうですね、コアキッパーかスターデューバレーかどっちか。うん、まあまだヒューマンフォールフラットもあるし、ね、あ、そうだね、うん、ページが結構、うんうん、ならコアキッパーかな。うん、なんかいろんなことができそうなのはそっちかなね。ファイナルアンサー？みんな本当にスタデューバレーはまたそれはそれで、うん、できるしね。うんそうそう、別にさ、あの今回買わなくたってセールはまた来るから、うんうん、そうだね。そうそう、みんながねちゃんと V をやめずにあのやってくれてる限りまた遊ぶことができるから。ずっと引っ張り続けるけど2人を。マーキーパーも料理ありますからね。このアルバイトは2人は絶対やめさせないでしょ。首根っこ使うずるずるずるってブラックにしか聞こえないんですよ、ね、やめたいって言ってもやめさせないよ。ブラックだよ。覚悟しといてね。ロアルはブラックだよ。うん、だってブラック企業って言ってあるから最初から。そうだよ。最初から言ってあるから。言えばいいというもので。貢献してるんだから。じゃあコアキーパーかな。コアキーパーでじゃあまた料理をしよう。あ、やばい、足つりそう。おばあちゃん。これ今ちょっとでも動かしたら足つる。大変だ。じゃあ動かしていこうぜ。やめて。もう今日右の太ももつったばっかなの。つってみたいな。今度左なの。うん。足をつってみたいです。つらせようか？うん。つり方あんの？逆に。知らん。何の知らんけど、足の裏ずーっとグッて押せばつるかもしれへん。え？押すってどういうこと？指で？でもドラその前に足つぼの方がつらいでしょ。うん。あれはなんだ、つるってどういう現象なんだろう。なんか筋肉が疲労するとかそういう感じ。限界数バランスの引きつるんだよね。引きつるだから、うん、体がつったことがないよ。はあ、ってみたいよ。首もつるよ。めちゃくちゃ痛いから首もつるよって別の意味に聞こえるよ。怖いよ。別の意味になるけど一回首もつったことあって本当にねどうしようかと思った。痛い。霊現象ないよ。死後の世界からいらっしゃいじゃないの。へ、首は寝違えたことあるけど。あ、寝違えたのはある、うん、でも寝違えとは違うよね。寝違えとは違う。まあでも多分辛さは一緒だと思う。あ、そうだね。もずちっちゃい時祭りの前日に首寝違えてさ。でもお祭りすごい行きたくて、うん、痛いけど行きたいって言ってさ、お祭り連れてってもらったけど、うん、あまりの痛さに泣いて帰った。うん、痛いって言いながら帰った。もうアップできてまたボス増えたんさね。おお、いいねいいね。いっぱいいろんな要素が増えるね。テラリアもアップデート後やってないよねと。確かに、うん、そうだね。それもそれでまたやるけど。なんかトラからトラにさ、あのその、うん、テラリアどうするって話を聞いといてって言った話から、うん、まあ伝え聞きだけれども、うん、なんか来年アップデがあるからそれが待ってからでいいんじゃないっていうふうに、ね、そうそうの僕は聞いたから、どうとかって、あ、それはもう来たからどうするっていうふうに言っといて、言われて聞いて、そうそう、でしたら来年大きいアップデがあるからそれが来たらでいいんじゃないっていうね話だったね、こともあったね。
みんな記憶喪失気味なんだよな、ワルケン説なんか。絶対ね、でかいのさんの方が絶対記憶してるから。でかいのさんの記憶力結構やべえなって思ってるけど。うつら何も覚えてねえなって。覚えてねえから、本当に。ボーダーランドとかも好きだったな。あ、そう、ボーダーランドもちょっと気になってやるんだよね。うん、3はやったことないから。どんな遊び、うん、あの、FP、で、やったことあるので表すと、ボーダー L4D の RPG バージョンみたいな感じ。うん、ボーダーランズ。ボーダーランズ。うん、3。結構ね、頭いかれたキャラクターが出てくるんだけど。そう、荒くれ者みたいなやつらで、そうそう。でも敵はゾンビじゃないみたいな感じだったよね、確かに。そう、なんか世紀末みたいな感じ。うん、そうそうそう。世界観は。衣装が半端ない。かわいい。かわいい。かわいい。なんか、セリフ回しとかも面白くてね。うん。シューティング。そう、これも気になってんだよね。からまあ、あれだよね。フォアキーパーの後、まだスタジオやるとさ、テラリアもあるしさ、まあ、同じやつが続いちゃうから、そうなると、まあ、ボーダーランズみたいな、全く違うやつ一回挟んでもいいかもね。うん、テラリアどうするの話はまだ聞けてないの。あ、これね、多分裏話なんですよ。あの、終わってから聞いといてください。聞いといてねって隣にお願いしてたんで。テラリアモノミニラジオにしてくれてる。でかいのさ。完全に今配信してるあれじゃないもんな。うん、裏で話してるの変わんない。そうそう、あの来週あの次の木曜日どうするかって話を。うん、そうそう。裏話垂れ流し中。そうそう、垂れ流し中。聞いといてもらったのに、僕体調崩して聞いてたから。めっちゃ安いじゃん。そうそう、安いんだよ。70% オフだよ。本当だ。500円ぐらいだよね、多分。え？今1995だよ。もともと7000円だよ。8000円か。これがさっき見たボーダーランズはなんだ？ダウンロードコンテンツじゃなくて？もしかしてなんか。もう眠いじゃん、一人。正直ね、もういい。ボーダーラン2が495ではあるけど、594だとボーダーランの、あのダウンロードコンテンツはあるけど、ね、うん、そうそうそう。3だったら今2000円ぐらいだから、まあまあ、次回見るときにはもうちょっと安くなってるかもしれないし。操作性が見たい、ね、あ、これもウィッシュリストにとりあえず。ボーダーランやってないんだったら、初代からやってみるのもいいかね。ね、別にね、そうそうそう。あの、それこそストーリーものなんだったら初代からやっていった方が面白いかもしれない。まあ確かに。え、あの、心強い味方がね、アルバイトに2人おるから。え、これも5人でできるやつです？これどうだっけ？ 4 人じゃないですか、4人とも。どうだっけかな。クラスが4キャラクター選択して。2からしかなくない？2からしか見つからない、ね、495が2、うん、あ、最大4人だな。最大4人か、うん、まあじゃあこれはまた別途、うん、なかなかね。とりあえず3と2をウィッシュリストに入れた。わかった。うん、3、2を入れとけばいいね。でコアキーパーをとりあえず買う感じでいいかな。はい、今回は買います、はい。来週始まるか再来週始まるかはウミガメのスープをどうするかによって変わります。ウミガメのスープもやりたいです。ウミガメやりたいです。なんかエルボディツアップデートがあるけど、なんだこれ。今なんかバグフィックスだったと思う、確か。うん、よし、じゃあ、あの、眠い人が多いので、あの、とりあえず、うん、ジノさんを含めた、5人ゲームは、ゴアキーパーに今回は決まりました。パチ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 、ダウセール、ありがとうございます。やりましょう。初期アクセスだ、これ。そうだよ。長く楽しめるよ。うん、そうだよ。いっぱい遊べると思う。じゃあ、ゴアキーパーを買います。はい、はい、うん、よし、じゃあ配信も締めるぞ。いいか、ね、はい、ね、
もうジノさんのテンションがもうすごいあくびしながら眠眠やから、うん、だって早起きだもん。これはもう限界だね、うん、今日早く起きてたからね。6時に起きるって何、はい、おじいちゃんだあ、じゃあ今日はね、ボードゲームあるいはから見ていただきキューバーズをいっぱいやらされたりとか2回だけじゃないやった、現実してた、うん、ありましたけれど、またボードゲームね、みんな楽しんでいるようですので、ちょいちょい挟みつつコアキーパーを今後のいったのシリーズものとしては始めていきたいと思いますので、また見ていただければ幸いでございます。はい、お願いします。あと多分今年中にどっかにウミガメが一回挟まると思います。ウミガメ、ウミガメ、はい。それとはまた別に12月23日にロアル建設このメンバーでまた忘年会をしますので、よかったら、酒なりねポテチなりいろいろ持って、遊びに来ていただければ幸いでございます。みんなで忘年会しようぜ、ね、みんなで乾杯、うん、はいはい、じゃあ見に来てくださった方、コメントくださった方ありがとうございました。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録していただいて、退勤のね、退勤ボタン代わりの高評価ボタンも忘れずに押してから帰っていただければ幸いでございます。はい、ではね、夜も遅いし眠い人も多いので、皆さんゆっくりしっかり寝てください。はい、はい、じゃあおやすみなさいませ。おやすみなさい。バイバイ。バイバ